ボンバルディア CRJ 線パルマデマヨルカ空港での ATR72 から600エアノストラムはスペインバレンシア州バレンシアを拠点とする地域航空会社。イベリアレヒオナルとしても知られている。イベリア航空とビンテルカナリアスのフランチャイズ運航を行っていたが、エアノストラムは独立した航空会社である。イベリア航空の地域的なパートナーであり、 ワンワールドに加盟している。国内線91路線と国際線51路線、チャーター便を運行している。本拠地は、バレンシア空港であり、バルセロナエルプラット国際空港と、マドリード・バラハス空港をハブ空港としている。1994年5月23日、バレンシアに、リネアス・アイレアス・デル・メディテラネオ・エア・ノストラムとして設立され、 12月15日に運航を開始した。1997年5月には、イベリア航空とフランチャイズ契約を交わし、イベリア航空の子会社である、ビンテルメディテラネオを買収し、ビンテルの事業を吸収した。1999年に、イベリア航空が、アビアコ航空と合併し、アビアコ航空の国内線と国際線が、エアノストラムに引き継がれた。1999年には、 オランダのデニムエアを買収したが、2002年にデニムエアとの一切の利害関係を断ち切った。2007年時点では2040人の従業員を抱え、ネフィンサが74.8%、カハ・ドゥエロが22.2%、エアノストラムマネジメントが3%の株式を保有している。出店・公式サイトエア、ノストラムは全定期便で、 総合的な機内食サービスを提供している。2008年初頭以降はビジネスクラスのキャビンのみの機材で単独で運行することはなく他の主要な航空会社と同様にビジネスクラスとエコノミークラスのキャビンに分かれている。エコノミークラスの乗客はメニュー表から飲み物や軽食を購入することができる。2014年3月時点で エアノストラムの運行機材の平均使用年数は5.5年である。運行している機材は ATR72 から600、ボンバルディア CRJ200、ボンバルディア CRJ900、ボンバルディア CRJ1000 の4機種のみである。ありがとうございます。